XC68020 の底面にあるピングリッドアレイピングリッドアレイは IC のパッケージ形式の一つである。ほぼ正方形の本体とその底面に金属製の短い接続端子であるピンを格子配列で多数備える。PGA は底面に端子を持つためにリップや QFP のようなパッケージ側面から端子を出す形状に比べて 多くの接続端子が配置でき、CPU に代表される高機能なデジタル、半導体用のパッケージとして開発された。接続端子であるピンは、中央を避けて外周部に2列から5列程度に 2.54mm や 1.27mm など、等間隔で規則的に配置されるものが多く、ピン数が多いものは中央にもピンが配置される。また、 ご挿入防止のために意図的に対称性を乱した配置にされる。プリント基板への実装はスルーホール実装によってあらかじめ IC ソケットを基板にハンダ付けしておき、そのソケットに PGA を挿入する形式が一般的であるが PGA のピンを直に基板に挿してハンダ付けする方法もあり、また強度を含めた信頼性の点で問題があるが基板を貫通する スルーホールではなくピンの先だけを基板表面の銅箔パターンにハンダ付けする表面実装技術を流用する手法もある。セレロン 400MHz のプガパッケージの上ツラプがパッケージのセレロン 400MHz の底面に FCP がパッケージの底面パッケージの中央内部、または中央外面には半導体の台を収めるためや配線の引き回しを短縮するために一般に ピンは中央部を避けて配置される。ありがとうございます。